久々にあなたのふるさとが、はい、はい、山形出身です。黒木さんはですね、そうなんです、生まれも育ちも大阪ではございませんで、はい、22歳まで横浜市民でございます。そうです。全国紙のトップを菅総理大打撃という活字が ね、飾っておりましたけれども、うん、ちょっとこの横浜の大敗がどういう影響をこの後の菅さんの戦略に与えるのか、うん、大体関西人からするとねよくわかんないんですよ、うん、横浜ってだって市長さんでしょ、うん、そんなに横浜で負けたら大変なんですか。大変なんですよ。私もあの横浜市に住んでいる友人に何人か聞いてみたんですけれども、やっぱり今回の争点はコロナ対策 で、コロナの専門家と言っている山中さんへ その期待は非常に大きいなというふうに感じました。選挙中にどんどん、ね、あの感染者が膨れ上がったっていうのも、まあ、ちょっと菅さんにとっては逆風だったかもしれません。結果から見ておきましょう。どうぞ。結果当選されたのは今名前が出ました山中竹春さん、元横浜市立大学のですね医学部の教授ですが、お医者さんではありません、うん、あのよく最近、何週間後かにこういう患者さんの数が増えますよという、うん、そのデータを扱うご専門です、うん、でこの方がまあ、お医者さんではありませんけれども、コロナに関しては私はスペシャリストですよという触れ書きで、50万を取りました。で、まあ、票差っていうのはなかなか、素人の判断は難しいんですが、32万ですか、18万票分けられました。まあ、関西でもそうですが、ちょっとした町の市長選2回分ぐらいは挙げられたみたいな感じですので、小此木さんというのは名門の息子さんでいらっしゃいます、菅さんとも親しい、これは大変やっぱりショックな結果ということがありますが、ちょっと点では違った見方をいたします。横浜というのは、横浜市長選今回スポット当たってますが、実は菅さんの衆議院議員としての選挙区でもあります、神奈川で言いますと2区になります。横浜市というのは18の区がありますが、その中で菅さんの地元は西区、南区、江南区なんですが、本来であればここ皆さん選挙の時は菅義偉って書くところなんですね、うんうん、その3つでも小此木さんは1万票以上の大差を開けられてしまいました。ちょっとご自身の選挙にも合うんじゃないのという空気なんですが、さあ、横浜市民だった黒木さん、はい、江南区ってのはなかなか聞き覚えがないんですが、これは何なんですか、どういうところでしょう。そうですね、関西でいうと枚方のようなイメージで、こう大きな駅があって、そして駅前にはこう大きなショッピングモールもある住宅街が広がっている、ということはやっぱりその住んでいらっしゃる皆さんのベッドタウンというか住宅地で、はい、かつちょっとお休みの日には、気軽に出かけようかというようなところですね、はい、ここ実は一番有権者多いです、うん、まあ、菅さんが一番力を入れているところと言ってもいいですが、ちょっと今回厳しい結果になりました、はい、でもう一つはあの選挙強い人、まあ、菅さんのところもそうですけども、秘書さんというのもなかなか手だれが多いんですね。で全国 そのこれからあの衆議院の選挙ありますけども、必ずその時もその自分の選挙で強い有力な秘書さんたちを派遣するというのが、まあ、菅さんもよくやってきたこと、今回もそれをやりました。菅さんというのは内閣総理大臣になってからも毎日ハンデをしたように必ず寄る場所があります。それは衆議院の議員会館のご自分の事務所です。だから秘書さんたちはなかなか気が抜けない、それもそのはずで、よく言われる冗談ですが、永田町のちょっと自分の秘書さんがたるんでるからカツを入れたい議員さんはこう言うと、君なんだったら菅事務所に行くかと言われると背筋が伸びるって、そんな話ありますよね、じゃあその神奈川横浜ってのが、私最初に申し上げましたけど、まあ、それは有名ですけども市長さんでしょうと、そんなにやっぱり永田町がここで負けちゃうっていう影響力あるんですか。あるんです、うん、ここからは関西特に大阪市の皆さんは特に気分が悪くなる話をいたしますというのは、よくあの大阪は東京に何かあったら第二首都だと取って代わりますと言うんですが、いやいやちょっと規模を見ると、はい、町の力は横浜すごいですよ。まず人口、大阪より100万人多いです、うん、全国にある政令指定都市で1位でございます。それからやっぱり住んでいる人たちの安心材料というのは消防とか救急車たくさんあるんでしょうね。大阪474台ですが、横浜ヘリも入れて584台、なんと政令指定都市が同じ県の中に3つもあるのは相模原、そして横浜、川崎、神奈川県だけなんです。そして第三管区海上保安本部という海上保安庁の非常に大きな部隊、これは東京も管轄してますが横浜にあるんです。それからクルーズ船のコロナの案件を思い出してください。あの時になぜ横浜港に入ったんでしょうか。農林水産省の検疫だとかですね、それ以外 その税関の仕事、これ横浜港は飛行機どころか毎日世界中から船が来てて、そういったすぐ、まあ、東京に買われるとまでいきませんけど、東京を保管する力がある。そしてもう一つは財界の力です。横浜銀行という名前、
これね、関西の方聞かれたら、あ、地名のある銀行ね、これで終わりますが、この銀行は100年を超える伝統を持ちまして、地方銀行では福岡と必ず1位2位を争う銀行です。ものすごい資産を持ってます。で、ここの頭取はつい最近までですね、もう歴代旧大蔵省の最高幹部を務めた人の指定席でした。ということは地方銀行のドンです。そのぐらい地元でもう住んで根を下ろして、企業でもお金を借りて地域でお金回ってるってことです。裕福だってことです。自分たちでやれてるってことです。で、もう一つが、神奈川というだけでもうお名前あげません。テレビで見る人、テレビで見る人ばっかりです。だからこういった方々がやっぱり菅さんを時に支え、で、あるいは菅さんの後を狙いということもあるので、これはなかなか永田町も緊張するわけです。ちなみにすいません、三原純子さん1枚だけご紹介いたします。最近三原さんこの写真で有名になりました。、はい、この尾身さんを別に睨んでないと思うんですけど、後ろからぐっと見る三原純子さんの目力と言われました。三原さんも一時が横浜の初戦出るんじゃないかって声もありましたよね。もうどんどん優秀な人がいるってことなんですが、さあこの後の話でありますが、さあ菅さんはどうでしょう。今のところ自民党の特に幹部の方たちは、いやだからといってもう今日の明日に菅さんを下ろすわけにいかないでしょう、しばらく菅さんでしょうという声も聞きますが、私はまあ総理まだ直にお話なんか聞けてませんけど、いやこのコロナ禍自分以外に誰がやれんだよという思いもやっぱりあるだろうと思います。さあそこで名前を挙げている方どうぞ。菅さんは考え変わりありません、出る気です。で、その総裁選ですが、下村政調会長と高市早苗さんが意欲を示してますが、はい、天をご覧の皆様、私が前に言った話を思い出してますか。総裁選出る人は必ずこの行動を取ります。半年以内に本を書いてるか、月刊文藝春秋です、週刊文春じゃなくて月刊の方ですが、これは永田町で読まれてる方が大変多くて、ここに自分が総理になったらこういうことやりたい、総裁になったらこういうことやりたいを発表します。高市さんは9月号に名前が出てます。そして下村さん本出しました。で、石破さんは早々に今回は今の段階では出ないと言っている。で、あとお二人名前を挙げました。まず茂木さんです。この方については実力は大変評価されてますが、多分ご本人は菅内閣の一員でもあるので今回出ない。で、このお二人の A、 麻生さんと安倍さんの支持っていうのは茂木さんは大変高いんだけれども、だからといって押してやろうかというところまでいかないですよね。この岸田文雄さんに関してはもう出るんだよと書いた新聞社もありますけれども、ご本人は、今週ちょっと後半まで考えさせてくれという話のようですが、この方はまだまだ派閥の前の会長古賀誠さんの OK は出そうにないように思います。古賀さんはなんか出ない方がいいんじゃないのって発言もあります。でね、この何か挙げましたけれども、実はね、推薦人20人いりますが、この方自分の派閥なので自分でやると決めたらいかに古賀さん反対しても出ることは出れるんです。それから、まあ、閣僚経験もたくさんあります。党の幹部もやってます。資格としてはありますが、ちょっと一つ心配なのは、今年の前半にご自分の資金集めパーティーで感染者出しちゃってますということがやっぱりありますが、これ岸田さんが出るとですね、やっぱり今菅さん無投票で総裁もう一度というのはなかなか空気が厳しい。私ちょっときつい言い方しますが、演出上の一騎打ちをやっぱりやんなきゃいけないのという気もしますが、もう我々もうテレビ業界気が早いですから、黒木さんの夏休みもねありますから、選挙いつなんですかという話で、もう今解散ができるとしたらもう10月の前半しかないんじゃないですかという話が早くも出てきておりますが、やっぱり私はこれで話を終わりたいと思いますが、内閣総理大臣です。任期満了まで追い込まれる直前であっても解散権だけは絶対どっかで使いたいんじゃないかと思います。ちょっとカレンダーも注目です。以上。